父なるダゴンと母なるヒュドラは、クトゥルフ神話に登場する架空の神である。個別の名は、ダゴン、ヒュドラであり、父なる、母なるは継承。ダゴン彗星種族深き者どもの、巨大版。身長6メートル以上、よどんだ両目は突出し、分厚くたるんだ唇と水かきのついた手足を持つ二足歩行を、する半魚人と言われる。ダゴンやヒュドラを、 小型化し人間大にしたものが、深き者どもだと言える。ダゴンは、深き者どもの長老、指導者兼、旧支配者クツルフに仕える従者と位置づけられる。ダゴンの書出は、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの短編、ダゴンに登場する巨大な怪物で、古代人が神と崇めていた怪物が奇妙な遺跡に出現し遭遇した、主人公の家まで追ってくるという描写をされた。あとに、 インスマウスの影でダゴンを小さくしたような深き者どもが登場する。深き者どもは地上の人間と根結し、ダゴン秘密教団を組織している。ダゴンという名称は旧約聖書でペリシテ人が崇拝していたダゴン神に由来する。ペリシテは聖書イスラエルの敵であり、ダゴン神はユダヤ視点では異教の神である。インスマウスの影作中でも、 登場人物のことにて、ダゴン教の神は、アスタロトベゲアルベルゼブブなど、キリスト教の悪魔たちに並んで呼ばれている。初期作品、ダゴンに登場した怪物と、後のインスマスの影で登場したダゴンカルトについて、ラブクラフトは、ダゴンとは何かを明示しなかった。深き者どもは、クトゥルフを崇拝するが、では、父なるダゴンとは何か、はっきりと示されていないのである。 多くの作家がダゴンをクトゥルフの配下とみなして一般化するがダゴンクトゥルフと解釈した者も,もいる。例えばオーガスト・ダーレスはダゴンを神とみなしていた。現在よく知られているダゴンの設定を一般化させたのはリン・カーターであり、ダゴンをクトゥルフ配下の子神とし、深き者どもの長、ヒュドラを妻であると明記した上で、後に写真にレッサー・オールド・ワンという分類を提唱し、 ダゴンを位置づける。カーターに先駆けて、フランシス・レイニーは、ダゴンについての戦術の矛盾点を指摘した上で、ダゴンを、水の生とし、どうやら、ラブクラフトはダゴンをクトゥルフの権限か、深き者どもを直接支配するものとして考えていた、らしいと述べる。ロバート・プライスは、ザ・インズマスサイクルでダゴンとクトゥルフが実際には、同一の存在ではないかと考えたと書いている。スペイン映画、 ダゴンはインスマスの影を本案しており、ダゴン・クトゥルフとしてタコの姿で登場する。日本のクトゥルフ神話作品ではダゴンに漢字が当てられることがある。例、ダダマシー、タキンサマドナルド・ダイスン、ネクロノミコン、アルハザードの放浪では独自の設定がされている。ダゴンは旧支配者の七人の帝に名を連ねている。海水に守られることで海中では 星々の封印を受けることなく自在に活動でき、レビアタンやクラーケンとして人間に語り伝えられる。容姿も独特の描写がなされ、その巨体は銀の鱗に覆われながらも半透明であり、首のない頭には閉じることのない単眼が備わる。水を蹴って泳ぐ時はその足は巨大な魚の尾のように見え、しばしば人魚と同一視されるという、月の光の下でのみ、 銀色に輝く姿を大気中に表す。そのため旧支配者の研究者である馬木たちは7つの惑星の打ちつきをダゴンに関連づけている。特に7、ミカドという設定により一般的従来の法師種族の長老、旧支配者たちの飼いという位置づけから大幅に強化がされている。ダゴンの妻、宝薬ぶれで母なるハイドラとも、 主にダゴンや深きものどもありいきで言及され、ヒュドラ単体でフォーカスが当たることは少ない。また、同盟の神、母なるヒュドラではないヒュドラが別におり、解説書などでも別物と強調中期される。ありがとうございます。